今年もあと3日、静岡市のデパートではお正月に備え食品などを買い求める客でにぎわっています。今日から始まった松坂屋静岡店の年末大市、売り場にはお正月用のカニや刺身、大勢で楽しめるオードブルなどがずらり。行動制限が緩和された今年は大人数向けのおせちの売れ行きが好調だということです。年末大市は31日までで、初売りは来月2日です。